学芸会のために裾上げをした浴衣を今から着付けをしてみたいと思います。この襟元はカタカナのその字になるように。さあ紐を縛っていきます。苦しくないですか？うん。次は帯です。調子を見てください。一度ギュッと縛ってから蝶々結びにします。蝶々結び、しました。それで余っているところを下から通して番をほぐしていきます。ふんわりお花のように。じゃあ前を向いてください。板を帯に入れます。わあ、レースの板かわいい。うん、かわいい。レースの板を入れたらこうなりました。華やかになりました。それでは仕上げにヘッドアクセサリーをつけます。帯と揃いです。帯もふんわりになりましたね。それでは皆さん、ごきげんよう。